第31号型小海艇は、日本海軍の小海艇。正しくは、第46号小海艇は含まれないが、戦後の資料では合わせて、同系艦10隻とされることもある。二頭駆逐艦の揉み型駆逐艦9隻、若竹型駆逐艦1隻が1940年4月に、ダイソーのべてと2番手法を撤去し、新設された小海艇席に編入された。 開戦直前になって、第32号から39号は、旧2番手法を復帰させ、甲板上に兵員室を設けて、陸戦隊の居住区とし、旧3番手法を撤去して、後部甲板に、大発一石を搭載し、完備には発信用のスロープを設けた。開戦時、大発搭載設備をもとない日艇は、佐疫防備隊に所属し、大発搭載艇は、 各地の攻略作戦に従事した。海戦直後のエイクと攻略作戦で、第4艦隊所属の第32号小海艇、33号小海艇は、自ら格差して陸戦隊を揚陸させるなど、活躍。2隻は山本56連合艦隊司令長官により、艦上を授与された。対戦後半には、戦団後衛任務が多くなり、敵航空機や潜水艦により、 戦没、終戦時に残っていたのは、第36号一隻だけだった。看板は40から45が欠板になっており、太平洋戦争がなければ、他の若竹型駆逐艦も、昇海艇に編入する計画だったとされる。昇海艇への編入は、すべて1940年4月1日。第31号昇海艇9、もみが型駆逐艦、聞く。 1944年3月30日、パラオ大空襲で戦没第32号紹介艇、9、揉み型駆逐艦、青井。1941年12月23日、ウェイクと攻略作戦時に、第33号紹介艇と共に格差。第33号紹介艇9、揉み型駆逐艦、ハギ。1941年12月23日、 ウェイクと攻略作戦時に、第32号紹海艇と共に角座。第34号紹海艇9、桃型駆逐艦、薄。1944年7月3日、トラック在泊中、空爆を受けて沈没。第35号紹海艇9、桃型駆逐艦、ツタ。1942年9月2日、航空機の攻撃で戦没第36号紹海艇級、 もみがたクちく艦ん、終戦時スラバヤで残存。戦後は福音輸送に従事。輸送中に一時インドネシア人民治安軍に、奪取される。1947年オランダ海軍が接収し、解体。第37号小海底9。もみがたくち艦、かん、必死。1942年1月24日。バリクパパン沖海戦で、米区区区艦4隻と交戦し、 沈没第三十八号昇海艇9、桃型駆区艦、よもぎ。九百四十四年十一月二十五日一時十五分頃マニラから高尾への輸送作戦に、十事するソントスマルの護衛中、バシー海峡にて、米船、アプルの攻撃で潜没した。環境及び機械室付近に、魚雷二本を受け、一分ほどで沈没。昇海艇町、高田またお以下。 145名が戦死した、後年、高尾の同郷霊廟大鳥山公毛港保安堂に手紙館として、祀られるようになる。第39号紹介艇級、もみがくち区館、田で、1943年4月23日米戦、シーウルフの攻撃で戦没第46号、紹介艇級、若竹がくち区館、夕顔。 1944年11月10日米戦、グリーンリングの攻撃で戦没、ありがとうございます。